大規模会場での接種は大阪や愛知などでも今日始まりました。会場には朝から高齢者が訪れ接種を受けています。大阪市では北区に自衛隊が運営する大規模接種会場が設置され、事前に予約した多くの高齢者が朝からワクチン接種に訪れました。東京と大阪の会場は来週月曜日からの1週間分の予約について今日から受付をしています。対象は東京都全域と大阪府全域に住む高齢者です。また来週31日からは東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県と大阪、京都、兵庫の2府1県に住む高齢者に対象を拡大する予定です。政府による東京と大阪の大規模会場での接種のほか、自治体独自で会場を設置する県も出てきていて、愛知県などでも今日大規模接種会場での接種が始まりました。またモデルナ社製のワクチンを使う大規模接種会場以外の動きも加速しています。札幌市は今日ファイザー製のワクチンで集団接種をスタートしました。政府はこうした自治体の動きを後押しして、ワクチン接種を迅速に進めたい考えです。